ベイビー最後になっちゃった。もう最後の日になります。なんと私たちは明日フランスに帰宅しますということで、チェントクリスです。もうどうだったベイビー？めっちゃくちゃ良かった、ね、とりあえず本当にたくさんいただき物とか、あとたくさん買ってしまって、まだこれは序の口なんだけれども、こんな感じでやるんですわーってもう、はい、そう、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。もう大好きなあんこ、そしてきなこがほとんどで、うん、そう、きなこ大好きね、あんこ大好きで、これを食べないといけないっていうね、あるんですけど、嬉しい。まあ、とりあえずさ、いろいろもらっていただいてたんだけど、いただいたりとか自分でも買ったんだけどね、やっぱさ、このさ、ブラックシュガー、黒糖はすごくさ、ヨーロッパにないじゃん、日本の素晴らしいこの黒糖が、うん、でこれはたくさん買ったよね、すぐたくさん買ったね。ね、ということでちょっとパッキングしながら見ていこうかなと思ってるね。ね、ね、ね、これいろんな使ってるから、まあ、あのクッキングの時も使いますから。本当？そう、あれ嬉しい。あのケーキ作る時に、あの、こっちの方がいい。で、京都でね、漬物買ったでしょ。買いました。そう、これあと 1,2 週間だからね。そうそう、早くとかないとめっちゃ楽しみだね。あとね、皆さん、静岡の伊豆に行った時のね、思い出で、ワンコのでみんな見て、これワンコちゃんの、ワンコのこれ、本当におやつなんだって。すごい可愛いでしょ。なんかさ、フィッシュがいっぱいあって、さすが伊豆なんだけれども、これ絶対ビジョン喜ぶから。目ついてるよベイビー。ビジョンは好きだよ。それベイビーじゃなくてビジョンなの。この可愛い目ついてます。ビジョンは大好き。ベイビーのものじゃないからね。たくさん買ったよ、真空パック。もうこんなに魚いっぱいあってさ、すっごい嬉しがるよね。そう、道の駅行ったらベイビーなんかなかなか出てこないと思って、なんかペットコーナーに行った。あと北海道行った時のね、塩キャラメル、それめっちゃ嬉しいね。みんなね、こういうのが必需品。こういうだしとかポン酢とか、こういうソース、これないんだよね。うん、ないよね。ね、こういういいのがないから、こういうの持ってきて重いけど、ちょっとちっちゃくしてね、うん、持っていくっていう。もうたくさんある。ありがとうございます。ベイビー耐えないぞ。もうほとんどこれらはね、もう全部あんことかいただいたものだよね。京都のなんとかスイーツ、八つ橋です。あ、これも、これはすごい大事。しいたけ、こんな大きいしいたけね、これも伊豆からだよね。こういう大きいしいたけ、これはすぐ食べちゃうよね。うん、絶対必要だよね。もう大好き、ね、だってこれね、あの、何て言うの、あの、ハニーマスタードで作れるよね。あ、あと長谷園のさ、味噌汁、これ大好きじゃない、長谷園のね。ありがとう。もういっぱいありすぎる、ベイビー。でもまだまだ入れる。私ね、皆さん、静岡出身で、母からもうたくさん緑茶が送られてきてね、ベイビーとかベイビー の、 あの家族とか、あとはあの、あれじゃない、ちょっと隣の人とかさ、みんなにプレゼントだよね。え、自分でも飲めます。ベイビーどれが好き？何が？いろいろあって、僕一番好きなもの、これキャラメル、塩キャラメル、うん、ね、もうすごい、うん、もうワクワクしてるね。フランス帰ったらね、食べる。フランス帰ったらすぐ食べる。同じ。あとさ、なんだ、いけばなのやり方もう作りました。この本を買っちゃって、ベビーがレッスン1は終わって、もう帰ったら2から行きます。2から行きます。この本だけじゃなくて、なんかいろんな、なんかそういう、なんていうの、あの、こういうやつ、あ、剣山、剣山とハサミと、そう、あ、いたおー、あっちじゃない、痛い、すごい、これさ、針がいっぱいあるの、こう立つためにね、ね、これすごい重っ。あ、痛いよ、痛いよ、結構大丈夫、刺さっちゃうから、うん、大
丈夫。穴がね、結構開いたかも。高野豆腐っていう、高野豆腐、これはもうスーパーフード。ベビーやっぱ海苔、海苔たくさん今回たくさん食べたよ。ベビーたくさん食べます、ね、こういうさ、ちょっとしたものが欲しいよね。なんか日本にはすぐにあるんだけれども、向こうにはあんまりない、ね、ちょっとしたもの。だって全然ないよ。そうだね、だからこういうのちょっとあの買ってみました。でやっぱりちょっとさっき言ったけど、あのこれ高野豆腐、高野豆腐はもうスーパーフードだから、これは食べるよねエネルギーたんもりしている高野豆腐だから、これだけでもすごいよね。そう、もうこれも毎日味噌に入れるよね。何でも入れてるよね、結構。そう、そうだね、うん、そうだね、結構入れてる。グリルするさ、炒め物とかも入れられるからさ、ベイビー作ってる時に入れてるみたいね。そんな感じで、もうベイビーいっぱいある。見て、まだ、はい、これ全部ベイビー、皆さん見てください。これ全部まだ あんこちゃんとかきなこちゃんがたくさんあるっていう感じで、本当に嬉しいよね。こんなに食べれるのみたいな。なので頑張って食べようと思います。入らないものは食べます。入らないものは食べます。はい、どういうこと？スーツケースに入らないものは食べます。全部入れるよ、すべて。これはフランスの国、あちらで食べることでありがたみが10倍になるの。え、あー、わかる、この気持ち。わかる、もう本当にここじゃなくて向こうで食べるとすごいありがたみがあって、一つ一つこのもう10倍の感謝で食べるっていうのがいいのよ。 OK、 じゃあ全部持って帰る。そうだよ、何言ってるの、置いていくわけないじゃん頑張ってますあ、ベイビーということで、ちょっとパッキングして、もう今日はね最後の日だから、いろいろやりたいことあるじゃない。やり残したこととかない？やりたいこととかなさそうね。じゃあ私が言っていい？寿司食べたい。いい、寿司食べたいの。寿司食べたい。寿司は食べたいよね、うん。本当？うん、僕それ食べないと思う。じゃあこれ終わったら、終わったら行く。うん、そうしよう。食べないと帰れないから。ベイビー、最後の寿司の日。もう寂しい、もうめちゃくちゃ悲しい、ベイビー。寂しい、悲しい、もう食べれない。え、ていうかベイビーも寂しいの？そう、寂しい。全然もう帰りたくない。寿司？それとも日本？日本めっちゃくちゃもう悲しい。そうだね、うん、それはあるね。そう、すごい短いし、今回とりあえず今寿司なのね。あ、はい、寿司は食べたい、いろいろ食べたいね。まずエビ、んサーモン、ん大好きな、うん、揚げナス、揚げナス、カニマヨ怖い、食べたいね、ね、じゃあ食べよっか。私はね、中トロとかさあ、それは、それは美味しいね。食べたいでしょ。1個だけ、ホタテ。あ、ホタテ大丈夫、ちょっと食べよう。ベイビー、両方食べる。味噌汁、うん、あ、それはね、うん、まあ、とりあえず行こうか。もうとりあえずお腹空いてきた、うん、あ、行こう行こう。いただきます。え、まだだよ。味噌汁のね、貝をね、今取ってるんだけど、ベイビーね、こういうのね、1個ずつ取れないから取ってあげなきゃいけなくてね、はい、貝をね、ベイビー、そうそう、やっぱさ、味噌汁いいよね。どうだった今回、日本。美味しかったね。美味しかった、うん、いろんな美味しいもの食べて、うん、例えば何食べたっけ。何食べて、あ、一番美味しいもの、なんか最近、昨日ポテトかな、そういうソフトクリームのデザート出て、めちゃくちゃ美味しかった。何それ。だって、なんていうの、しゃぶしゃぶなところ、なんかね、皆さん、ベイビーが好きな、なんかね、
モナカ系が好きなんですよ。なんか上と下にこうモナカ。カニサラダ。カニサラダベイビーの大好きなやつで、もうとりあえずマヨネーズとあのお寿司のご飯と海苔があると美味しい。もうこれはあの面白かったです。ありがとうございます。もう、お気遣いを。しゃぶしゃぶのところのデザートめちゃくちゃ美味しかった。モナカが好きなんですよ。クリスモナカって何？あのサクサクしてるところね。でその上が結構分厚いソフトクリーム、アイスだったんだよね、モナカに挟んだ。美味しい。なんか、別にアイスクリームいらなくないっていうぐらいそんなに味じないよ。そうしたらいいんじゃない。じゃあちょっとだけ入れたらアイスで大丈夫。うん、っていうのがね、美味しかったってやつね。それあの他ないのないの。今回ね、あの大好きなとんこつ1回しか食べてない。それね、あの本当に大きい層にしました。皆さん、あのですね、今回は最初にサナトリウムから入ったんですよ、日本で。やっぱ健康でちょっとあんまり食べないっていうのに入ったので、やっぱ健康になると暗いものやっぱりどうかなと思って、やっぱいつも日本に着いたその日にとんかつをね食べたい。ただでも着いたその日に食べるって結構実は僕の後ですし、なんかさ、その時に食べてすっごい消化悪いんじゃないみたいな感じになって、でやっぱサナトリウム行った後にね、あのやっぱりいろいろとさ話すと、あんまりなんか体が重そうになるんじゃないかなっていうのでね、あんまりいかなかった。と言ってましたから、あの1回しか食べない。私はさ、その健康食から始まったから、今回あれじゃない、和食すごい食べたじゃん。ベイビーさ、あんまり和食あの食べないんですよ。なんですけど、今回はベイビーはたくさん和食食べたよね。食べた。あと苦手なあんこ、私の大好物なあんこも食べたし、梅干しも最初にブーって言ってたのに、本当に酸っぱいのが出て、なのにその後なんかスイスイ食べててびっくりした。なんかね、最近の美味しくなった。すごい、あの新しい学びかな、なんか本当美味しいかなと思って美味しくなった。だからベイビー食べないやつも僕食べる。すごいね。あと何だっけか食べれるようになったの。うなぎ食べてみました。アナゴね。アナゴ食べてみました。そうだね、あんまり美味しくなかった。なんか臭くないと思った。ちょっとね、匂ったけど、でも美味しいの。このぐらい食べて、まあ、ベイビーにあげた。てか、ベイビーにあげたじゃなくて、すれば私のアナゴだったんでしょ。だから続いて、まあ大丈夫って。そう、もう美味しい味噌汁も、もう明日から食べれなくなるの。もう一個思い出した。京都のたい焼き、めっちゃくちゃもう美味しかった。ふわふわのところ、それも美味しかったね。それはなんか外ね、あのすごいあのクランチ、ちょっと硬いやつだけど、なんかめちゃくちゃふわふわだから、もうずっと食べたいで。そっか、ベビーは何食べた？なんかね、今回ね、だからサナトリウムでさ、学んだから、なんか発酵物とか、なんかお米を食べる時が多かった。私たち、ヨーロッパ帰ると、ベイビーが作ってくれるから、すんごい美味しいんだけど、ベイビーは、出来上がって芋が出てくるんですよ、お芋。なんだけど、なんかこれを機にね、玄米とかね、結構向こう、オーガニックの玄米売ってるんだよね。これを食べてみたいなと思って。あ、物がいいよね、絶対いいよね。いやでも本当にこのお寿司とかそういうのはね、なかなか食べれない。あ、こんな美味しいもの食べれない。あるんですけど、なんかこんなお気楽に食べれない。そうだね、ビーガンあまりないよね、やっぱりで。どうする？え、もう泣くしかないよね。作ってあげる寿司を
カニサラダのマヨネーズじゃん。美味しいマヨネーズあるじゃん。マヨネーズ美味しいよね。でもね、マヨネーズとお米じゃん、それ。うん。でも美味しいよね。新しいのができてる。できた。ベイビーこれ。びっくり。入り口のクローゼット。はあ、おーマイガー。すごい。めっちゃ嬉しい。すごい。ねえ。え？何？木がある。ベイビーすごいよ。Oh、ありがとう。すごい。Oh、so、ねえ。全部ここ全部ホワイトだったんですよ。それが今日本に行ってる間に頼んだ方がやってくれて仕事。どんな感じかな。Oh my god! どうなってる？あららら。あ、ここも横にき、ちょっと埃があるけど。あ、嬉しい。ねえ。着いたお家。嬉しいね。ということでね、皆さん、私たちのルーチンがあって、着いたら必ず掃除。掃除ね。掃除しないといけない。その次はアンパッキング。そうだね。だから掃除まずしてから、スーツケースを全部取り出して、ちょっと食べて寝る。そう。できるかな。だからもうこれから多分5時間ぐらい掃除して。チョークです。はい。ということで、今から掃除いきまーす。レッツゴー。おはよう。ということで皆さん、昨日ですね、すっごく疲れすぎてなんと寝てしまいました。すみません。誠に申し訳ございません。だってさ、すごいちょっと頭痛くて昨日なんか。そう、でもかわいそうだった2時間しか寝なかったからさ、うん、ベイビーもだよね。僕はまあ飛行機の中寝たんじゃない。そっか、うん、そうね。あんまり寝てないタイプだからちょっと飛行機がね、怖くて私寝れないタイプでございますなんですけど、ちゃんと昨日は一応床の掃除もして、で、スーツケースが全部取って、そしたらもう、あ、もうシャワー浴びないとやばい、倒れる倒れると思って、そのままもうカッて寝ちゃったよね。そう、シャワー浴びたけど。そう、シャワー浴びたねシャワーを浴びるということで、すいません。まあ何度かね、ちょっとパリに来たけど、どう？パリについて。まあ落ち着くじゃないかなと思ってた。やっぱね、自分のね、たちの空間があるっていいよね。そうね、それいいよね。うん、で、朝もね、今日はですね、早くから起きてます。5時です。
なのでもうすごくもうワクワクルンルンで起きた。もうすごく元気。なのでですね、フランスに着きましたね。これからフランスからですね、配信させていただければと思います。さあ皆さん、この動画がいいなと思いましたらグッドボタンよろしくお願いします。インスタフォローもしてね。そして YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、アビエントでは皆さん、アビエント。